南海ジュニア世代が送る音楽ジュークボックス。さあ今週も始まりました音楽ジュークボックスの時間でございます。この番組は頭文字 J の順と頭文字 S の S 上だよ。明日への活力、音楽で元気を送る1時間もとい2時間、音楽のことなら何でもありありな自由な時間空間、音楽好きなおバカな数人が好き勝手にお届けする音楽バラエティ番組です。カズの花輪駅前のきりたんぽ FM スタジオから2時間の生放送でお届けします。それでは最後まで楽しくお付き合いください。今週は S 城です。はい、よろしくどうぞ。お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。ずいぶん低音になりましたね。急に出し切りましたね。いいんですよ、今日ハートつけてきたので、なんかシナリオの方に。そうなんですよ、定型文のところにハートがついててね、ならばそのまま言ってほしい。いや、頑張りましたよ。私なりの全力をね、ここで出しましたよ。短期集中で。いや、短期集中型です。ほら、マスクとか持ってないし、かぶるマスクとかね持ってないし。そういうスキルないから。今日首のところこう長い。あ、ちょっとね、首た寒くてね。急になんか今日冷え込んできましたね。そうなんですよね。なんかこう雨模様だったりしたので、少しこう気温上がるかなと思いきや全然。昨日はね、暖かかったんですよね。そうなんですよね。こうやって暖かくなったり寒くなったりなんでしょうね。まあ、繰り返して。ね、もう11月も後半ですからね。そうですよね。仕方ないですけどね。はい、始まったスキー場もオープンしましたし、ね、もうちょっとまた消えちゃいましたけどね。はい、また積もることを期待して。まあ山だけでいいんだけどね。そうなんですよね。山にはたくさん降ってほしい。本当ににぎわってほしい。里にはいいんだけどね、雪はね。そうそうそう、もう里の分あげる。差し上げます、本当に。まあね、急にこう寒くなったり暖かくなったりの繰り返しなので ね、 そうですね、体の方がちょっとねついていかない感じもあるんですけども、皆様お体ご自愛ください。そうですね、ご自愛くださいませ。はい、では本日の1曲目、フラワーソングをお届けします。チャットモンチーで花の夢。